こちら銀行から取り寄せることもできるので、今手元になくても大丈夫です。え、もしかしてこのヘッドスパのお店。みーみーチャンネル始まるよ。失礼します。あー、シェリーミー、かわいい服着せたんだ。そう、これね、ファンの方がくれたの。かわいい ね、ファンの方が手作りしてくれたんだよね、お母さんが。かわいいです、ありがとうございます。なんかおもちゃ持ってる？あ、久しぶりにリカちゃんで遊んじゃう。気をつけてね。あ、大丈夫、安心して。ちょっと入ってみましょう。はい、すいません。でね、危ないので気をつけましょうね。わー、リカちゃんハウスあるじゃん。ねえ。で、怖い、マジで。おお。持ってこれちゃう。今日はどれくらいお客さん来るかしら。あー、今日の買い物も楽しかったわ。あー、でもなんか私最近頭がボサボサなのよね。私美容スパでも行こうかしら。なんかあそこに新しくできたって聞いたのよね。リンリンリン。カッ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 。あー、もう痛かった。今日は足がむくんでるわ。あそこね、美容スパって、このボサボサな髪の毛なんとか整えてもらいたいわ。あれ、誰もいないわ。やばい、脱げて。あ、誰か来たみたい。誰かしら。激しいわ、この店員さん。いらっしゃいませ。あ、すいません、なんか予約とか全然してないんですけど。大丈夫です、中に入ってください。はい、ちょっとこの扉低いわ。それではこちら来てください。はい、ではこちらのエレベーター乗ってください。はい、すごい素敵だわ、エレベーター。おー、外の眺めがいいわ。わー、素敵な美容スパ、これは癒されるわ。ここに座って待ってましょう。ミミ、ちょっと待っててね。へい、私も乗って。体重制限があったの忘れてた。お待たせしました。よろしくお願いします。まず何をしにかかに来ましたか？私なんか最近頭がボサボサしてて、なんかそれをサラサラ。あ、大丈夫ですか店員さん？あ、大丈夫よ、ちょっと待ってね。あの店員さん、はい、店員さんは顔どこかしら。あ、あったわ。私最近髪の毛がボサボサしてて。あ、そう、それで髪の毛のヘッドスパと、はい、なんかこうサラサラになるトリートメントしてもらいたいんです。わかりました。お体を見せてもらってよろしいでしょうか？そのままでいいので立ってもらえないでしょうか？え、か、体立ってもらっていいですか？はい、髪の毛なのに。え、テレさん大丈夫ですか？今2階から落ちたみたいなんですけど。大丈夫です。あなたスタイルはとても良いんですけど、ええ、足のふくらはぎがちょっとでかすぎますね。ちょっと足むくんでますね、あなた。そうなんです、最近ちょっと足がむくんで、さっきも自転車で転んだんです。そうなんですね。そうでしたら体のマッサージも受け付けております。え、マッサージもしてくれるんですか？はい、お願いします。サービスです。え、サービス？はい、嬉しい。なんていい人なんでしょう。こちらにお座りください。はい。この髪は傷んでますね、とても。そうなんです。あ、痛い痛い。あれをするしかないね。あれ？じゃん。キャー、これ大丈夫ですか？はい、真っ暗なんですけど。これはカプセルです。カプセル？これで頭の痛みを少し抑えますんで。
頭は特に痛くないんですけど。違う。失礼いたしました。髪の痛みを少しはね、よくします。はい、それでは椅子を動かします。ウィーン。その野菜をやってる間に足のマッサージをさせていただきます。気持ちいいです。はい、ここら辺をね、少しマッサージをしてあげるとふくらはぎも細くなるしね、血の流れが良くなって健康にもいいですよ。そうなんですか。なんかむくみが取れてきた気がします。はい、よかったです。では頭のカプセル取らせていただきます。はい。少し痛みが取れましたね。髪触ってみた感じはどうですか？そうですね、なんかさっきよりはちょっとサラサラになったみたいです。はい、まあこれ痛みを抑えただけなのにサラサラにはしてませんけどね。まだなんですね。はい、はい、ただのそれはね、はい、感じただけですね。そんな気がしました。クリーム塗ります。はい、クリーム第1セットオン。はい、これで手ぐししていきます。店員さんなんかすごいですね。はい、プロなんで。実は私ここ10年やってんですよ。もう10年も、はい、中学生の時からねやってます。お母さんがやっていてね、後継ぎですよ。そうなんですね、すごい。店員さんの髪型も素敵ですね。ありがとうございます。こちらはね、イギリスの美容大学に行ってやってもらいましたね。すごい素敵。髪の毛触った感じはどうですか？あ、すごくサラサラです。はい、そうなんですよ。こちら美容エッセンスと言いまして、はい、うん、髪の毛に塗るとサラサラになります。こちらはね、1階の方で売っているので、ぜひね、ちょっと見てみてください。はい、ちなみに気になるお値段は、でん、でんでん、119万です。高いですよね。安いですよね。ぜひね、買ってみてください。100万円超えが安い。ダイソーで宣伝してたのをここでね、119万円で売っています。ひどい。あとお会計は後でで大丈夫です。私買うって言ってないんですけど。あのマッサージはサービスなんですけど、ヘッドスパはね、まあ無料ってわけではありませんので申し訳ございませんが。ヘッドスパ119万円なんですか？あ、ヘッドスパはもっと安いです。あ、よかった。それはこの美容エッセンスです。美容エッセンス、私それ買わないです。あ、大丈夫ですよ。鏡で自分の髪の毛の質感見てみてください。あ、うん、素敵、綺麗になってます。本当に、はい、ツヤが出ました。はい、ツヤが出ましたね。じゃあこんな感じでヘッドスパ終わりで、はい、最後もう一度この痛みを抑えるのとちょっと違った保湿をします。髪の毛を。はい、あー、すごく気持ちよかったです。はい、ありがとうございました。はい、それではね、1階の方でね、お会計してもらいます。はい、じゃあこちらちょっと2人で乗ってみましょう。はい、まず、おお、痛い。じゃあお会計の方こちらです、はい、さっきのヘアエッセンスがこちらで、はい、マッサージクリームこちらです。マッサージクリームのお値段は30万円です。お安いですよね。119万と比べてとても安いですのでね、ぜひ。どうですか？うーん、ちょっと高くて買えないです。あー、そうでしたか。じゃあ今回のヘッドスパのお値段は58万円です。え、そんな。あの、そしてそのサービスのお金を足して、まあ70万円です。え、そんな、私そんなお金持ってません。あの、こちら銀行から取り寄せることもできるので、今手元になくても大丈夫です。え、もしかしてこのヘッドスパのお店ぼったくりじゃないですか？何言ってんですか？こちら、この向きのホテルのようなお家は400万円で買い取りましたけど。いや、それはお店を買い取ったお金で、お客さんにそんな大金請求するのおかしいじゃないですか。いやー、でもそのおかげで髪の毛が綺麗になって、ふくらはぎも綺麗になったのでね、銀行から取り寄せることもできますけど。無理です。もうどうしよう。お母さん、お父さん、助けて。お客さん、はい、お客さん、はい、どうぞ。
ありませんでしょう。え、ドッキリ70万円も出せますか。よく考えてみてくださいよ。犯罪ですよこれ。ドッキリ。はい、今回は今この9月期間中はサービスで無料でやっていますので、またでぜひ来てください。よかった。じゃあ本当のお値段はいくらなんですか。無料です。やったー。無料でめっちゃ喜んだ。やったー。私50何万円とか70何万円払わなくていいんですね。はい。よかった、お父さんお母さん助かった。でもなんでドッキリなんてするんですか。そういう企画なんです。私ミミチャンネルという YouTube をやっていまして、はい、まあ、基本的には娘が出ているんですけども、親の美容サロンで美容スパで企画をやっていました。あ、YouTuber の企画なんですか。はい、あの YouTube 出てもよろしいですか、あなた。はい、 ありがとうございます。ママってこと。うん。だから娘がこれだってば。それミミなの。うん。じゃあこれママじゃん。うん。オッケー。ということで今日はここまで。バイバイ。チャンネル登録してね。よければグッドボタンも押してもらうと嬉しいです。バイバイ。